今回ペイントするキットはこちら、ウォーハンマーアンダーワールドカイナンの収穫隊よりカイナンです。まずペイント前のキットを見ていきましょう。どっしりと構えているポージングですが、スタイリッシュな長身の骸骨といった感じで、造形的にもシャープでかっこいいですね。アンダーワールドのキットらしく接着剤なしで組み立てられるのも特徴だと思います。今回は一応設定準拠っぽい色分けをしつつ、一部だけオリジナルといいますか自分好みの色に塗っていこうと思います。まずはグリーンスタッフワールドのマットサーフェイスプライマーブラックを使って下地塗装をします。表面が適度にザラついてくれるのと、塗膜強度がそれなりに強いので、このチャンネルでは頻繁に登場しますね。使用した際にエアブラシが詰まるようでしたら、少しだけファレホとかのエアブラシシンナーを加えると拭きやすいかと思います。一部だけにサフが溜まってモールドを潰さないように気をつけながら拭いていきましょう。次は下デルカラーエアーシリーズのアバドンブラックを使ってさらに濃い黒を拭きます。この黒に関してはボディの基本色になりますので、しっかりと全身がこの黒になるまで拭いていきましょう。影になっている部分を作る意味合いもあります。アバドンブラックまで拭き終わるとこんな感じ。もう完成でいいかなぐらいかっこいいですね。背中の造形もバキバキに引き立ってます。それでは下地塗装はこれにて終了。まず筆塗り一色目は、下デルカラーレイヤーシリーズのストームバーミーファーを使って全身の骨にドライブラシをしていきます。そして使う筆はアーティスオーパスの S と XS ですね。今回はこちらの筆かなり出番多いと思います。あと下デルの基本ですが、よく振って使いましょう。そしたら蓋開けて、ブラシの先にちょんちょんつけて、四つ折りにしたキッチンペーパーで水気をよく落として、軽いタッチでモデルに筆先を当てていきます。ベタッと塗ってしまうと個人的に好みの仕上がりにならないので、しっかりめにドライの状態にして作業していきましょう。本体といいますか骨の部分、今回はドライブラシで仕上げていきます。クラシックメソッド的に凹凸を描き込む方法ももちろんあるんですけど、質感的にドライブラシのふわっとした感じが欲しいので、今回はこちらの方法を選択しました。一色目塗り終わるとこんな感じ。黒のベタ塗りから一気に立体感出ましたね。背中とか骨なのにめっちゃ力強いボリュームがあります。続いてはレイヤーのドーンストーンで同じくドライブラシをしていきます。あとこのブラシがめっちゃ使いやすかったんで、ここからはこれをメインで使っていこうと思います。 AK のドライブラシ用のブラシで、筆の幅は成人の親指の爪ぐらいで結構広めです。使い方は先ほどと変わらないのですが、毛が多い分塗料も多くついてしまいやすいので、先ほどよりもよりしっかりめに水気を落としていく必要があります。ふわっとした色のりになるまでよく落としましょう。この背中とかね、範囲の広いところにドライブラシをするのにほんと重宝しますね。幅の狭い筆よりも広範囲に均一に色を乗せていけるので、このサイズも持っていると便利かもしれません。毛の柔らかさも密集加減もちょうどよくて、確か1000円ぐらいで買ったんですけど、完全にいいお買い物でしたね。ドーンストーン塗り終わるとこんな感じ。ちなみにドライブラシをすると乾いた塗料の粉末がモデルに飛び散って奥まったところに溜まったりするんですけど、そういう時はタミヤさんから出ている静電気防止タイプのブラシを使って綺麗に落とします。こんな感じで毛が長いので奥まったところにも届きますし、毛が硬すぎないのでモデルを傷つけることもないので、私的には必須アイテムだと思ってます。一色ドライブラシやるごとに一回落とす感じですね。本体最後はレイヤーのアドミニストラトゥムグレイを使いましょう。使い方は先ほどの2色と全く同じです。仕上げに使う一番明るい色なんで、先ほどのように全体に当てていくのではなく、より尖った部分や出っ張ってる部分に軽く筆先を当てていくイメージで作業します。先ほどよりもより軽くですね。仕上がるとこんな感じ。背面もバッチリ立体感出ていてかっこいいですね。これで完成でいいんじゃないか、パート2といった気持ちになります。ちなみに貝なんで難しそうな箇所は、鎌の先端のグラデーションとローブの質感ですね。ということで、そのローブ、一色目はベースのラカルスフレッシュを使ってベタ塗りをしていきます。こちらもよく振って、使う筆はこちら、ウィンザー&ニュートンの3番です。ウェットパレットの上に少量出して、水気を含んだ筆で少し伸ばして塗っていきます。黒の上からでもそれなりの隠蔽力で色が乗りますね。あと定着も多いので塗ってて気持ちがいいです。ちなみに私はムラになるのが怖いので、少し薄めで3回から4回重ね塗りすることが多いです。2回目になると結構しっかり発色してますね。こんな感じでしっかり単色になるまで塗り重ねていきましょう。仕上がるとこんな感じ。黒の上からでもこんなに綺麗に色が乗ってくれるのは、さすがベースカラーですよね。後ろから見てもこの通りムラなくできました。
作例ではローブの内側も同じような色だったんですけど、今回そこは赤で塗ろうと思います。使うのはこちらベースシリーズのコーンレッドです。ベースカラーなので使い方は先ほどと全く同じです。これもですね、どんどん色が乗ってくれる感じなので、先ほどと同じく3回くらい塗り重ねて綺麗な発色を目指します。コーンレッドは色に深みがあって、ベタ塗りの時点でつまらない仕上がりになりづらいっていうのも個人的には好きなポイントですね。ではこんな感じで塗り重ねていきましょう。仕上がるとこんな感じ。やっぱいい色ですね。ちょっとローブ飽きてきたので次は台座を塗ろうと思います。まずはベースシリーズのグレイシアを使ってドライブラシをします。やり方は本体と全く同じですね。今回台座はコントラストメソッドをメインで塗っていこうと思うので、下地にあらかじめ陰影をつけるためにこの作業をします。大きめのドライブラシで全体的に塗っていきましょう。ベタっとなると困るので少しずつですが、割としっかり白くするつもりで何度も筆先を当てていきます。下地が出来上がるとこんな感じ。結構白っぽくしました。それではこちらに転がっているレンガや岩なんかをコントラストのグリフチャージャーグレーで、埋まってる骸骨をスケルトンホードで塗っていきます。筆はタミヤのモデリングブラシの面相筆の小を使っています。希釈はせずに原液のまま筆に染み込ませて塗っています。あとこれは好みなんですが、私は1回塗って乾燥させてからもう一度塗り重ねてちょっと濃いめに着色しています。まあ台座なので少し色が濃かったり暗かったりしても変になることはないんじゃないかなと思います。スケルトンホードもめっちゃいい色で、これを塗るだけでそれっぽい骸骨になる最強おすすめコントラストの一本です。持ってない方にはぜひ買ってほしいですね。この遺跡の床っぽいところはコントラストのワイルドウッド、砂の部分はバシリカニムグレーで、どちらもコントラストメディウムで薄めて使います。メディウムと原液は1対1で混ぜてます。これで塗料の性質は変えずに色を薄くすることができるので、コントラストを使うならいつも選択肢として置いておきたいですね。大きくはみ出すと修正がだいぶ厄介なので、手早くかつ慎重に筆を運ばなきゃいけないのがコントラストの難しい部分です。今は砂の部分塗ってるんですけど、遺跡の床っぽいところだいぶいい感じの質感になりましたね。同じように砂もどんどん塗っていきましょう。最後は落ちている剣をクラシックメソッドっぽく塗っていきます。使うのはこちら、ベースのバルサザールゴールド、スクリーマーピンク、レッドベルチャーです。レッドベルチャーで刃を塗って、バルサザールゴールドで唾と頭を塗って、スクリーマーピンクで絵を塗れば塗り分けは完了。次はドライシリーズのライザラストを使ってサビ表現をしていきます。蓋開けて、ドライブラシの先端に少しつけて、キッチンペーパーでそれなりに落として、トントン刃を叩く感じで色をのせていきます。あくまでサビをつけることが目的なので、ベタッとつかないように慎重に進めていきます。初めてこの塗料を使ったんですけど、思ったよりめっちゃサビっぽくなって驚きました。これは今後も使うことありそうですね。次はコントラストのダークオースフレッシュをコントラストメディウムで希釈してシェードをしていきます。比率は1対1ですね。今塗った3色の上に塗っていきます。仕上げにレイヤーシリーズのピンクホラーを使って柄の部分だけドライブラシをします。これにて台座の塗装が完了。ではローブに戻って、この縫い合わせてある線の部分をコントラストのボルパスピンクをメディウムで薄めて塗っていきます。希釈はここも1対1ですね。はみ出しても修正可能ですが、めんどくさいのではみ出さないように気をつけましょう。この縫い目の部分も周りを塗ってあげることで立体感が出ると思います。塗り終わるとこんな感じ。一気に気持ち悪い感じになりましたね。次はローブ全体にコントラストのファイアスレイヤーフレッシュをメディウムで薄めて塗っていきます。比率は同じく1対1で、ここに関しては本体と台座以外ならはみ出しても全然問題ないので、今塗った箇所が乾く前に隣の面を塗っていくことだけを意識してどんどん塗っていきます。乾いてしまうと底が境目のようになって1枚としてつながって見えないと言いますか、綺麗な感じにならないので、コントラストカラーを使う際はいつもそこに気をつけてますね。仕上がるとこんな感じ。これは完全乾燥してからもう一度塗り重ねています。テカリ方もいい感じですよね。次はこの縫い目の部分を先ほど使ったラカルスフレッシュで塗っていきます。この作業ははみ出したら即アウト。修正したとしても今と同じ仕上がりにするのはほぼ不可能なので、慎重に作業します。仕上がるとこんな感じ。背面から見ても情報量増えましたね。続いてローブの内側をコントラストのシャイシュパープルをメディウムで薄めて塗っていきます。これも比率は1対1ですね。
ドス黒い紫の影をつけたいときにこの方法は重宝しますね。仕上がるとこんな感じ。いい感じにキモくなりましたね。次は肩の鎧の枠の部分をベースのグレイシアで塗っていきます。使い方はいつも通りで、おそらく3回ほどで完全発色すると思います。これもドライブラシで仕上げた黒い部分にはみ出すと修正が困難なので、そこだけ気をつけながら塗ります。仕上がるとこんな感じ。次は肩と胸の鎧の装甲をこちらの4色でグラデーション塗装していきます。左からベースのナイトロードブルーザ・ファング、レイヤーのラスグレーブルーホラーです。ウェットパレットの上に順番に塗料を出して、このように中間色を作っていきます。これによって色の段階を滑らかにしてグラデーションしていこうっていう話ですね。まずはナイトロードブルーでベタ塗りをして、なんか作例だとここに光の反射とかを書き込んでたんで、それも変えていこうと思います。ちなみに今塗っているのはナイトロードブルーとザ・ファングの中間色ですね。それを使って横のラインも書いて、そしたら次はザ・ファングを使って同じことをすると、これをラスグレーまでやるとこんな感じになります。まだ色の段差が目立つので、ここから暗い色に戻ったりしながら滑らかなグラデーションに仕上げていきます。全体仕上がるとこんな感じ。いやー、めちゃくちゃ大変でしたね。ローブとカマしか大変なところないと思って完全に油断してました。でも頑張った甲斐もあっていい感じの仕上がりなんじゃないですかね。ここの光の反射さえなければもっと楽に塗れたのに、これのせいでだいぶ難易度上がった感ありました。ちなみにナイトロードブルーからラスグレイまででグラデーションをして、この色でラインを引いて、最後ブルーホラーで一番明るいエッジにちょんちょん色を乗せる感じで仕上げてます。次は首にかけてる紐をベースのコーンレッドとメフィストンレッドで塗ります。コーンレッドを端っこまでベタ塗りして、メフィストンレッドを中央だけに乗せていく感じです。あと一色ぐらい明るい色を乗せても良かったかもしれないですね。仕上がるとこんな感じ。続いてグレイシーヤでベタ塗りした部分をコントラストのバシリカニムグレーをメディウムで薄めて塗っていきます。比率は同じく1対1で、凹凸が目立つようにへこみにしっかり色を入れていきます。この状態だと少し汚く見えるのでレイヤリングをしていきます。使うのはベースのグレイシアとコラックスホワイト。全体のエッジと言いますか縁に割としっかりめに色を入れていきます。コラックスホワイトはエッジの頂点だけにちょんちょん色を乗せて立体感を出します。仕上がるとこんな感じ。バシリカニムグレイ塗りっぱなしより清潔感が出たと思います。次は胸と腰にぶら下げている装飾品をこちらの3色で塗ります。ベースのアバドンブラック、レイヤーのサンダーホークブルーとウルサーングレイ。使う筆はこちら、タミヤモデリングブラシプロ2の細です。まずアバドンブラックをベタ塗りして、続いてエッジにサンダーホークブルーでラインを引いて、このようになったらウルサングレイでエッジの頂点にちょんと色を乗せると、こんな感じで全身やっていきます。はい、仕上がるとこんな感じ。ここもめちゃくちゃ大変でした。平行に同じ太さのラインをまっすぐ引いていくっていうのがどれだけ大変か思い知らされましたね。ただ頑張っただけあって満足のいくエッジハイライトになりました。超疲れた。続いて角のてっぺんのトゲトゲをベースのモルガストボーンの上にコントラストのスケルトンホードを塗って、さらにモルガストボーンとホワイトボーンを塗ります。まずモルガストボーンをベタ塗りして、スケルトンホードとメディウムを1対1で混ぜたものを塗って、ここは乾燥してからもう一回重ねますね。続いて根元にスケルトンホードを残しながらモルガストボーンを塗って、頂点にホワイトボーンを塗ります。仕上がるとこんな感じ。腰の牙みたいな装飾も同じように塗ってあります。次は装飾品をぶら下げている金具をベースのレッドベルチャーの上にナルーンオイルを塗って、さらにレッドベルチャーとルーンファングスティールで塗ります。まずはレッドベルチャーをベタ塗りして、ナルーンオイルを少しだけ横の赤にはみ出すように塗って、横にはみ出した影を残しながらレッドベルチャーを塗って、頂点にルーンファングスティールを塗ります。キラッとしていてアクセントになりました。次は鎌の持ち手の部分をこちらの3色で塗り分けます。ベースのグレイシーやコラックスホワイト、レッドベルチャー。あとここでは広い面積があるので、そういったところはモデルカステンさんの平筆を使います。
この幅がサイズ的にめっちゃ使いやすいんですよね。平面を塗るときに重宝します。武器の頭の方とお尻の方をグレイシアで塗って、グリップの部分はコラックスホワイトで塗っていきます。コラックスホワイトはほんとさすがの隠蔽力ですよね。ベタ塗りが終わるとこんな感じ。持ち手の頭とお尻の部分はコントラストのグリフチャージャーグレーを塗って、グレイシアとコラックスホワイトでドライブラシをして仕上げます。ここはがっつりめに色をのせたいので、メディウムは使わず原液のまま塗り広げていきます。割と濃いめの仕上がりを目指します。グリフチャージャーグレーでも十分かっこいいですね。まあ今回は予定通りグレイシアからドライブラシをしていきます。この方がより凹凸が強調されますからね。コラックスホワイトはエッジの頂点に軽く乗せていきます。次は持ち手に彫られている文字のようなモールドをコントラストのマンティスウォリアーグリーンで塗ります。メディウムとの比率は1対1です。仕上がるとこんな感じで、少し周りから浮いているので、この2色を混ぜたものでドライブラシをして周りと少しなじませていきましょう。やり方は簡単で、普通にウェットパレットの上に出して、少し緑みのかかった白ができるまで少しずつグリーンを加えながら混ぜて、ブラシの先端につけて、あとはいつも通りのドライブラシ、周りとふんわりなじませるだけなので、やりすぎに気をつけながら色をのせていきます。最後はレイヤーのホワイトスカーを使って持ち手の上側をドライブラシしていきます。これにて持ち手は完成。先ほどレッドベルチャーを塗った部分にはナルーンオイルを塗ってシェードをした後に、ルーンファングスティールを使ってレイヤリングをします。ナルーンオイルはオーバーシェードと言いますか、ガンメタのところをすべて覆うように塗っていきます。乾燥したらモールドの縁の部分をレイヤリングしていきます。地味ですが、これをやるとキラッと見えてかっこいい気がします。ちょっとここまで来て緑の文字が明るすぎる気がしたので、コエリアグリーンシェードを使って少し色に深みを足していきます。これは希釈せずに流し込んでいくだけですね。終わりましたらさっきと同じくドライブラシで仕上げます。次はこの丸い部分の縁をベースのリトリビューターアーマーとレイヤーのストームホストシルバーで塗ります。薄めすぎないということだけを意識すれば、リトリビューターアーマーは使いやすさ最強ランクのゴールドだと思います。発色もめっちゃいいです。ベタ塗りするだけでこの綺麗さですよ。このままでも十分かっこいい。今回はここにシルバーでレイヤリングをします。レイヤリングをしていない方とした方を比べると少し違って見えますね。次は鬼門である鎌の刃の部分をベースのインキビダークネスとルペルカルグリーン、レイヤーのサンオブホストグリーンとサイバライトグリーンでグラデーション塗装をします。このようにパレットの上で中間色まで作って、今回はテクニカルのラーミアメディウムを少しずつ混ぜて使います。この方が水で薄めるよりグラデーションに適した定着と濃度になる気がします。やり方も鎧と同じですね。まず暗い色を全体に塗って、次の色を少し狭い範囲で塗って、また次の色をもう少し狭い範囲で塗ってというのを何度も何度も繰り返して、自分の理想のグラデーションになるまで前の色に戻ったりしながら調整していきます。先端の大きなカーブは面積が広いので特に大変ですね。鎌のカーブの描く弧を常に意識しながら筆を運んでいきましょう。ちなみに今回は左から6色を使ってグラデーションをして、一番明るい色でレイヤリングをします。グラデーションが出来上がるとこんな感じで、時間はかかりましたがかなり自然な色のカーブだと思います。最後は慎重にエッジハイライトを決めます。このタミヤの筆なんですけど、やっぱめっちゃ使いやすいですね。水分を含む量とか、先端に塗料が流れていく感じとか、すごいコントロールしやすいので、こんな感じでエッジハイライトを入れるときはかなり重宝するんじゃないかなと思います。仕上がるとこんな感じ。いや、めっちゃ疲れたけど達成感すごいですね。じゃあ最後の仕上げに、お目目とお腹に刻まれている文字をレイヤーのホワイトスカーとテクニカルのヘックスレイスフレームで塗っていきましょう。まずはホワイトスカーで目の下地を入れて、反対側もですね、あとお腹の文字も。
入れ終わったらヘックスレイスフレームを多めに入れて、少し周りに塗り広げたりとかして、お腹も同様に入れて、こんな感じになります。これもまた少し浮いてしまっているので、レイヤーのムートグリーンをドライブラシしていきます。この幅の狭いブラシですね。色を乗せすぎるとここのグラデーションとか全部台無しになるので、慎重に少しずつ乗せていきます。仕上がるとこんな感じ。しっかりと発光している表現ができたと思います。これにてペイントは終了ですので、組み立てて撮影スペースに移動しましょう。ということで海南完成しました。正面、側面、反対側面、背面から見るとこんな感じで、正面に戻ってこのようになっております。いかがでしょうか。コントラストメソッドとクラシックメソッドとドライブラシ仕上げと3種類の塗り方を混在させているので、結構見応えのある仕上がりになったと思います。ローブと鎌くらいしか難しいところないだろくらいの気持ちで塗り始めたんですけど、鎧のレイヤリングも装飾品のエッジハイライトもめっちゃ疲れたんで、結構苦労しましたね。ただ本当にキットの出来が超かっこいいんで、ちゃんと仕上げることができて今回も満足です。もしよければ骸骨系のキットとかグラデーションの参考にしていただけますと幸いです。ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。